はい、こんにちは。今回ね、罠猟をやってる方、有害の方にね、有害の人にね、箱罠の配布があってね、仕掛けたところがもう一箇所あります。現状こんな感じで置いてあるんだけど、掘り返しの跡は 見えるんですけどね、すごい掘ってあるんだけど、箱穴には近寄ってないですね。掘り返しの跡がまあもうすごいです、ものすごいです。でまあここね、その下草が、泥で汚れてるんですけど、そこからこうまあ出てくる、こういう感じで出てくるのか、こういう感じで出てくるのかね、出てくるところであろうところに、箱穴をセットしました。で、動画の中でね、いろいろ皆さん意見くれて、鉄骨のね、ここの部分、これがね、出てない方がいいんじゃないかっていうことを、ここは今来てる箱穴じゃないんでね、置いたばっかりの箱穴なんで、少しそういったアドバイスもらったんで、ここのね鉄骨の部分、これをね、土をかぶせてね、ちょっと修正していっちゃおうかなと。である程度そこの鉄骨、この鉄骨ね、竹武さんって方がコメントくれて、イノシシはそのこういった鉄骨の異物に当たる、足に異物が当たるのを嫌がるっていうことで、コメントいただきました。で自分、その方も一応こういった箱穴のあれをやってるみたいで、まあ実験的に、このね、段差を取って、この鉄筋棒が隠れるぐらい土を埋めるっていうことを、言って自分の方にねアドバイスくれたんで、自分も今ねこれ仕掛けたばっかりなんで、ここ来てるのは来てるんですけど、仕掛けたばっかりなんで、まあ試しがてらにここのところへ土をね持ってね、今行きたいと思います。はい、今ね、段差がついてるところ、今少しここのところへ見えるんですけど、どうしてもね扉の構造上、あまりにもねここに土を持ってしまうと、この扉についているこれがね、扉を開けられないようにするためのストッパーなんですけどね、これがここにちょうど扉が落っこちるとね、ここへこうやって引っかかって開かなくなるような仕組みになってるんですけどね、あまりにもここへちょっと土を持ってしまうと、この扉がね蓋が開いてしまうと。まあこの鉄筋の扉を開けるイノシシそんなにいないと思うんですけど、一応ね漏れるだけの、今高さにしました。で中についてはおおよそ歩くところであろうところに、土を今入れて、これでね様子を見たいと思います。ここのところはやっぱりどうしてもねカバーしきれないですね、あまりにもちょっと土を持っちゃうとね
ストッパー今度効かなくなっちゃう、これも前回ね杉林で撮影した通り、新しい箱穴なんで、かなり塗料の匂いはね、まだしてます。まあ荒らしてるところはね、ここすごい荒らしてるんですけど、こういったところをねうまく誘引っていうかね、箱穴の方にねなんとか、引き寄せたいですね。それではねコメントをくれた、竹竹さん、こんな感じにしてみました。いかがでしょうか。ここの場所は、以上で帰ります。それでは